落差30メートル。日本最大級、魚が登る通り道。白丸ダム、魚道。皆さん、こんにちは。今回は、日本最大級の魚の通り道、白丸ダム、魚道についてお届けします。ここでは、高さ30メートルの白丸ダムが、多摩川の魚たちにとって命をつなぐ重要な存在となっています。白丸ダムは東京都交通局が建設した重力式コンクリートダムで、高さ 30.3 メートルにも及びます。このダムは東京都交通局の水力発電所への送水を目的としていますが、2001年には魚たちのための特別な通り道が設けられました。白丸ダムは東京都交通局の水力発電所に水を供給する役割も果たしています。ここから送られる水は、多摩川第三発電所や白丸発電所で最大17,500kWの電力を発電するのです。白丸ダムの歴史は古く、1963年に建設されました。そして、2001年には魚道の設置と白丸発電所の建設が行われ、さらなる発展を遂げました。白丸ダム魚道。この魚道は国土交通省によって設計、建設され、多摩川に生息する魚たちが自由に往来できるようになりました。これによって、彼らの生息地を守り、繁殖を促進することが可能となりました。これまで多摩川では、ダムによって魚たちの生息地が分断されていました。しかし、白丸ダム魚道のおかげで、彼らは30メートルもの高さを乗り越え、産卵地や繁殖地へとたどり着くことができるようになったのです。白丸ダム周辺には、
エメラルドグリーンに輝く美しい白丸子が広がっています。この絶景スポットは、JR 青梅線の白丸駅から徒歩10分の距離にあります。白丸ダムの周辺には、観光客が訪れる施設もたくさんあります。自然の中で散策を楽しんだり、美しい景色を眺めたりすることができます。白丸ダムとその周辺は、自然と都会の調和が感じられる特別な場所なのです。今回は日本最大級の魚の通り道、白丸ダム魚道をご紹介しました。自然と技術が調和したこの場所では、魚たちの生命力と美しい景色を同時に楽しむことができます。ぜひ、一度足を運んでみてください。この動画が、よかったら、いいね。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。